こんにちは、玉井です。こんにちは、キママンです。あ、キママンで行く。あ、じゃあキママンで、はい、はい、今回ハミラジ対談、はい、キママンさんと、はい、一回キママンさんはいつぐらいっけ、あれ出てもらったんですけど、去年の秋ぐらいですか。去年の秋ぐらいに、はい、ユーラシア横断する、海外何ヶ月か行くっつって、そうですね、っていうタイミングで行く直前ぐらいに、はい、ハミラジ撮ろうっつって、はいはいはい、でオレンジで撮ったやっけ。そうですね、確かオレンジに来てもらって、で撮って、はい、で、まあ、もう帰ってきてしばらくして、はい、そうなんです。で、今また撮ってみようかっつって、はい、で今撮ってます。で、じゃあどうしようかな。そのまあ多分その生い立ちっていうかさ、はいはい、学生時代の話とか、はい、で大学行って、でメルマガアフィリやったりとか、はい、自分でビジネス身につけて、でとかっていう話をしたよ。でユーラシア行くんですとか、はいはいはい、っていう話をしたから、はい、そっから何があったのかっていうか、どうだったのかとか、はいはい、うん、そういう話をちょっと。まあ、そのなんかその15の時に結構 かなりの鬱状態みたいになって、まあ、その時から結構コーチングを勉強していて、うん、でそのまあ受験でその、まあ、大学受験の時にもそれをもうめっちゃ使ったりして、でそのなんかその自分なりの方法、そのコーチングの方法論みたいなのをずっとまとめてたんですね、うんうん、でまあそれが結構もうそのメルマガアフィとかもやる中で結構まとまってきたんで、これはもうなんか本にできるなというか、結構もう本にしないとこれはいけないなっていう感じで使命感に駆られる、俺がやらなきゃ誰がやるんだろうっていう感じになってて、まあ、それでもうその旅、まあ、旅もしてたんですけど、その旅しながら本書いてたんですよね。おその結構で、まあ、旅してると結構インプットが絞られるんで、あそのそうそうなんていうか、あ中国ってあの Google も使えないし Twitter も使えないし、うんうん、使えないし、うんうん、もうとにかくインプットが絞られるんで、逆にそのアウトプットがはかどって、うん、でまあ本書いてて、うん、でまあ、そのままユーラシアをずっと行こうと思ってたんですけど、うん、あまずだから中国から行ったね、はい、そうなんですよ。中国のどこから？大阪から中国に上海フェリーで行って、うん、そこからずっと西に行ってたんですけど、陸路、はい、陸路ずっと、はいはい、それはバスとか、そうですね、まあ、鉄道とかいろいろ使って行ってて、はいはいはい、でも本当はもうもっと奥まで行く予定だったんですけど、うん、途中で、あ、うん、これはなんかその本を書くのに集中しないと後々後悔するなっていう、はいはいはい、そこでまた使命感がちょっとこれ、はいはい、俺が書かなきゃやばい、誰が書くんやつって、そうなんですよ、うん、それなんか今ここでちょっと手抜いたら結構その救われない人たちがいっぱい出てくるんじゃないかみたいな、はい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 、謎の使命感、謎のセルフイメージね、うんうん、まあそういうふうに思ってたんですよ、うんうん、でまあ結構孤独だし結構やばくなってきてて、うん、孤独感、うん、ああはい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 、でそういう時にパスポートをなくして、うん、へえ、すられたわけじゃなくて、いや多分すられたんですけど、なんかすられて個人情報としては使われる可能性ないらしいんですけど、うん、まあ、それですられて、で、あ、もうこれはもう帰るってことだなと思って、あ、はいはいはい、はいはい、まあ、そういうふうに最適というか見つけしてですね、うん、それでまあチベット回って、うん、あチベット行ったよ、危ない、チベットは行ったんですけど、うん、危ないよね、危なくない、いや危なくないですよ、もうなんかその、あ、その本当に危ないとかもそもそも中国が許可しなくて、あ、行けないの、はいはい、行けないです、それでなんかその四川省の西の方のチベットを回って、まあ、本書きつつ帰ってきて、うん、で本が完成してそうっていう感じです、ね、なんか帰ってきて久しぶりに連絡取ったら、はい、なんか僕本書いたんですよみたいな、はいはい、えみたいな、はい、え聞いてない聞いてない、まあ、それ言うてないんやけどで本書いたいって、えじゃあ会いましょうっつって、で会うて、でこんな感じなんですよみたいな、で見たらむちゃくちゃ量多いっていう、まあ、70万字書かせていただくんです70万字の本ってなかなかないで、ラノベ、ラノベで、ね、まあ俺結構ラノベ読むけど、はいはいはい、ラノベ10冊分ぐらい多分、はいはい、そうですね、おお、どれぐらいの期間で書いた？もうそれはあの、その前の年の冬から書いてたのに1年ですね。あ、1年かけて、はい、70万字で試しつつ書いて、でももう本当にそのなんかその水増しした感覚が全くなくて、おうおう、その一人の人間が70万字水増しすんのもすごいけどね、うん、そうですね、一人の人間がこう何かを一つ実現するために、うん、その実現を一生支えられる本として世界一のものってどんなものだろうっていうふうに考えて、うん、でもその行動レベルにその、まあ、普通の自己啓発っていうと、うん、まあ、結構抽象的な精神論が多くて、はいはいはい、結局読んでその自己満足になりがちだと思うんですけど、うん、まあ、そこを行動レベルにその落とす、うん、かつその続けることを現実味を帯びる行動、あ、続けられやすい行動に落として
書くにはどうする、はいはい、実際の日常が変わるとか、はいはいはい、選択と行動の基準が変わるとか、はい、実際に行動、その日常レベルの行動からもう変えていくような本を書くにはと思ってるのはじまじ。ああ、じゃあ自己啓発とはまたちょっと違うね。そうですね、もう自己啓発がさらに、まあ、自己啓発みたいなその理論編では自己啓発のそういう、いろいろセルフイメージがどうとか、うん、そういうモチベーションを保つためにはその実現した後のことをイメージするのが大事とか、まあ、いろいろ書いてるんですけど、うん、そこから落とした、さらに落とした、はい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 、っていうのを書いて、はい、70万字のやつを、はい、でこれ出そうと思うんですよみたいな、はい、いやこれ一冊は絶対やめた方がいいよって、一冊で70万字って意味不明やし、最初誰も読み切らへんから、はい、分けた方がいいんじゃない、はい、せめてみたいな話になって、で10冊ぐらいに分けて、そうなんですよ、ね、読み方編っていうのも作って、70万字また増えたよ読み方編のせいで、70万字あるんで読み方編も作って、まあ 11冊かな、10冊かな、まあ、そんなもんに分けて、まあ、でもこれはもう本当にライフワークとして作ったんで、うん、もう無料で出したいなと思って、もうハードルなしで読んでもらえたなと思って無料で出したんですけど、Kindle で、そうですね、Kindle、Amazon の Kindle 電子書籍で出版して、はい、で無料で出して、はい、無料で出しました。でなんかね、めっちゃダウンロードされたり言うて、そうなんですよ、でダウンロードされる前はね、なんかこれもう僕ダウンロードされなかったらマジで自分の人生かけてみたいな、魂込めて書いたんで、本当にこれ全然ダウンロードされなかったら僕死にますみたいな、結構半生かけて書いたので、うん、結構もう本当にこれ追い詰められてたって、まあ、ですけど、うん、まあそのランキングで、うん、あの総合で無料ランキングトップ15位から、うん、あ20位ぐらいまでになんかこう自分の実現が5冊ぐらいあるみたいなところまで行かせてもらって、無料総合ランキング、無料総合ランキング、何のジャンルとかじゃなくて、はい、総合の、うん、なんだっけ、心とか、まあ、心とか、うん、そういうのが前後におるみたいな、実現できるみたいなところまで行ってもらって、はいはい、そうですね、その15位とか、もうそこぐらいまで行きましたね。それ写真撮ったもん、ね、で、いや、うん、違うんですよ、うん、それで、まあ、写真撮ってもよかったんですけど、うん、まあ、でも3位ぐらいまで行くだろうと。3位ぐらいまで行ったら、まあ、行くだろうと思ってたよ、ね、ああ、はい、一桁まで行ったらトップ3入ったら写真でも撮ろうかなと思ってたよ、半生かけたし、1位かけたし、はいはい、まあ、3位ぐらいまで行くかなと思ってたら、はいはい、あれって言って、はいはいはい、あ、で、じゃあマックス15位ぐらい、マックス15位、全体で15位ぐらい、まあ、じゃあそのジャンルの中では1位とか、まあ、そう、多分、まあ、見てないですけど総合ランキング、なんで興味ないの俺出したらめっちゃ興味ある、そうっすね、いや、それ見てみます、チャート見るような感覚で多分更新ボタンとかずっと貼り付いてる、そうっす、それでまあそうです、そのランキング入ってた時はもう1日600ダウンロードぐらいまで、1日 600? はい、さすごいなって、もう本当に、まあでもでも何千ダウンロードみたいな、うん、もうそうっすね、何千ダウンロードぐらいまでさせてもらって、まあそんなに多くは読まれてないっていうか、まああれなんですけど、うん、それでなんかそうっすね、結構何件かその、うん、本当に人生救われましたみたいな、感想が、感想ももらって、うん、まあその中から、うん、あのわきわきさんに、わきわきさん、まあ、わきわきさんっていうのは、はい、わきわきさんはみらじ出てもらったことあるかな、わきわきさんのところでは俺出たことあるんだけど、はい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 、わきわきさんのブログにも載せとこう、わきわきさんっていうのはその、あの僕の ESI にも、はい、ちゃんちょけ、奥村のちゃんちょけにも参加してくれてて、去年やったジョホールバルの合宿にも来てくれた人がいて、はい、その人がなんでかわくんのこと知ったんだっけ、なんか、なんか経由、あ、勉強家の LINE グループかなんかかな、いや、多分僕のメルマガに登録してくれてたんですね、なんかその多分ハミラジ、あー、ハミラジ出たから、それで、そのまあ本当にそのマジ使いましたっていう感じになって、そう、で、そのワキワキさんが、ワキワキさん聞いてますかそのワキワキさんが、あの、全部読んだっつって、はい、70万字全部読んだっつって、本当にありがたいっす、うん、今2週目読んでるっていう、はい、2週目びっくりしたんで、そう、まあ、それで、まあ、コンサルとかもさせてもらってるんですけど、うん、実際にそれでマンツーでコーチングみたいな感じでやってる、もうがっつり毎日やり取りしてるんですけど、うん、ほうほう、そうですね、そういう感じがこれまでもユーラシア行ってみたら、ユーラシア行ってみたら電車席で本を出してみたいな、まあその旅自体で得たものとしては、うん、そうね、うん、旅自体で得たものとしても正直あんまりあんまないんですけどえ、行ってた期間はどれぐらい、2ヶ月半とか行ってました、2ヶ月半か、はい、でも1回マジでその大きくタガを外すっていうのは、うん、まあ、その1回外すともうその後、まあ、そのめちゃくちゃ外しやすくなるんで、そういう意味ではもう長期旅行っていうのも、まあ、超おすすめですよね、はいはい、じゃあ何ヶ月単位で海外行くっていうのはそれが初めてだよ、そうですね、人生でもうなんか、はいはいはい、
なんだろうな、1日800円とかなんですよ、中国の宿って。でもくっそ安いところに泊まってたりして、うんうんうん、その便所からあの普通の部屋に、うん、あ、そういうエピソードいい、そういうエピソード。なぜかホースが通ってて、便所からなんかその通気口みたいなのがめちゃくちゃ広くて、うん、かつ便所が流れないんですよ、うん、だからその うんちして、うん、そのままその匂いが部屋に漂ってくる部屋で寝ると。え、謎にホースがあるせいで、謎に通気口がなんかその広いせいでとか。へえ、そういうもうなんかいろいろ経験しましたね。そのチベットで闇宅行っちゃったとか、うん、まあそうです、ね、なんてチベットで闇宅を、うん、あのチベット基本鉄道ないんで、うんうんうん、タクシー移動なんですけど、うん、で基本的に外国人立ち入り禁止なんですよね、うんうんうん、向こうの方、うんうん、でもその闇宅夜に、あ、はいはい、いてタクシーが、うんうん、それにその言葉通じないんですけど、うん、まあ、Google 翻訳とかでやって、なんかもうリブリテリでやって、うん、乗せてもらって、うん、みたいな。で、うん、その夜行くやつらって大体そのヤバいやつら、その普通のルートじゃ行けないやつらなんで、はいはいはい、乗ってくる中国人、はいはいはい、なんかその、まあ、犯罪者っぽい中国人4人と同乗してチベット行くみたいな、はい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 、とかも、もう本当、まあ普通に楽しかったですね。それなんで行ったの？チベットですか、うん、あ、チベットでその闇宅に乗って行くのは、はい、なんで行ったの？なんで、うん、行きたいから、行きたいから行ってみたいから、ね、はいはいはい、で行って、で 危ない目に、まあまあ普通に危ないところに行って、危ない目には合わなかったですけど、そうっすね。だからなんかまああんま得たものないと思ってますけど、うん、その実際のところ、でもその結果、うん、それは凝縮されて具現化したものとしてできたのが、その70万字の本やとは思うけどね。そうですね、多分その中国で、その四川大学にずっとこもってたんですけど、はあ、まあ最後の方、その四川大学にこもってる期間がなかったら、絶対その本のクオリティも絶対6割ぐらいになってたと思うんで、日本でなんか普通に他と周りと絡みながらやってた。日本では何割ぐらいできてたの？日本でも、まあその量としては7割ぐらいできてたんですけど、はいはいはい、なんかそこからもう最後にこう追い込む期間が四川大学で持って作れたから、ちゃんと本っていう形にしないといけないから、素材はあったけど、そこでやっぱそのこもってる期間が作れたのではですね。へえ、だからその人生変えたかったら割と四川大学で1ヶ月半四川大学 の留学生棟っていうところがあるんですけど、うん、まあ、留学生じゃなくても普通にバレないと泊まれるんですけど、うん、まあ、そこ泊まってたんですけど、うんうん、まあ、そこ もう何もやることなくて、かつその四川大学の学生、うん、超勤勉なんで、もう勤勉な雰囲気、その向上心しかない雰囲気が溢れてる、うん、あー、もう場のエネルギーが、はい、場のエネルギーが、はいはいはい、もう向上心、はい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 、そこでもう1ヶ月半なんかその習慣化することをいろいろ作って、そこでもうこもったら人生変わりますよっていうのは、本書けますよっていっぱいダウンロードされますよっていう感じで、じゃあそのコーチングとか、はい、自己啓発とか一般的に言われるような分野で本書いて、まあ、Amazon で15位全体でなって、はい、でこれから、うん、まあ、だって今大学何年生っけ、大学も今年休学してたんですけど、来年から4年です。来年から4年、はい、いや、はい、これからどうしていくみたいな、はいはいはい、まあ、今までちょっと結構ビジネスのコンサルとか、うん、そのまあ教材とかも作るんでしょうね。でも最初だってメルマガアフィリーやってたよね。はい、でメルマガアフィリーできるようになったぐらいのタイミングで僕と出会ってとかあって、はい、で、そっかそっかそっか。なんかビジネスをしてるなって、うんうん、でやってたんですけど、まあ、やっぱりその自分が一番そのやばかったというか、自分が一番苦しかったのが、その15の時のその実現力がマジでない状態、まあ、今は別に大してないんですけど、うんうん、まあ、その自信もなくて、そんなことない、70万字の実現力はやばい。ありがたいです、うん、まあ、そういう感じでその、うん、その一番きつかったのがやっぱそこなんで、うん、これからもその、まあ、ビジネスでお金を稼がせる方面で仕事するというよりかは、うん、そのもっと一般的にその目標実現とか、うん、まあ、その別にそれはまあ、別にお金稼がせることでもいいんですけど、うんうん、まあ、だったりそのなんか、まあ、受験でもいいですけど、まあ、そのなんかもいろいろあるじゃないですか、うん、まあ、受験もビジネスも、ビジネス、まあ、人間関係とかもそうだし、スポーツでも、はい、それをなんかその、まあ、書いた実現力の方法論で、うん、まあ、そのがっつりこうやってコンサルとかコンチームしていく方面の仕事をできればいいなと思って、うんうん、はいはいはい、で、まあ、そんなその実現力高めたいねっていう人たちが集まるような形、はいはいはい、コミュニティになっていって、実現力コミュニティも作って、はいはいはい、
そうですね。それとやっぱ、あと昔からちょっと音楽やっていて、その音楽もその人の精神性を変えるっていうところで通じていて、やっぱその僕が一番、あ、自分の中では同じなの、はいはいはい、そのモチベーションを維持するために教えるとかいうのも、その人の精神性を変えるっていうところなんで、そのまあビジネス、お金を稼がせるとかではなくて、やっぱり 人の精神性を変えるっていう形の仕事が一番自分やりがいする情熱、使命感を持てるのかなと思って、はいはいはい、で、その音楽も、まあ、その作り込んでいきたいなと思って、音楽もだってさ、はいはい、この間もさ、なんか LINE グループでさ、はいはい、僕が作った曲ですみたいな、はいはい、で、まあ、こうこうこういう目的にで作りました、はいはい、モチベーションアップのためにとか、はい、集中力をアップさせるっていう音源を作りましたみたいな、はいはい、そうそうそう、で、みんな聴いてみてくださいみたいな、はいはい、すげえな、作業用 BGM とかも作ったりしてるんですけど、まあ、結構その今日本にはびこってるその音楽っていう、うん、まああれですけど、なんか結構奴隷根性というか、まあ、セルフイメージ低い音楽が多いなと思うんですよ、結構そこをなんか高めていけるような音楽っていうコンセプトもあって、知らずにそういう曲いっぱい聴いてると危ないよ、あ、そうなんですそれ本でめっちゃ言ってるんですよ、音楽って結構もう本当にその精神、うるさ、今ちなみにあの新宿の歌広で撮ってるんですけど、ちょっと音楽が、ね、隣の部屋から聞こえてくるんですけど、勘弁してください、はい、OK、そういう感じで、うん、で、まあ、その音楽作るにしても、もちろんその時間捻出だとか集中力だとか、うん、その実現力の方法論で語ってる、まあ、15の実現力について語ってるんですけど、うん、まあ、それが必要になってくるというか、はいはいはい、それをもっと進化させることが必要になってくるんで、はいはいはい、だからその自分の実現力 の、はいはいはい、セルフイメージの低い曲やなこれ、ね、それは分かんないですけど、セルフイメージ下げてくるって、はいはいはい、ちょっとうるさいです、うるさいうるさい、うん、ね、そう、ごめん、話残しちゃって、それで、まあ、自分の実現力 の、 も、うん、その方法論を試す、うん、サンプルとしては自分を使いながら、あ、自分自身プレイヤーとしてモニターとして実現力を進化させながら、その実現力の方法論も進化させながら、うん、させながら一緒に歩んでいけるような形、はいはい、かつ実現力のコミュニティも進化させながら、あ、っていう活動をやっていく、はい、まあ、それでも音楽も進化してみたいな感じが出会っていきたいなと思ってる、はい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 、なるほどなるほど、っていうような感じ、はい、あれからコーチングっていうジャンルでやりつつ、自分の没頭したい音楽でもその実現、いろんなことを実現していって、はいはい、まあ、なんか何かに何か実現しようとしてその生きてなきゃ全然説得力ないと思うんで、やっぱその一つマジで突き詰めたいものを持って、まあその自分の実現力の方法論を使い育てながら、でもコミュニティも育てながら、うん、俺も結構そのキマワンさんのその何実現力の概略っていうかさ、はいはいはい、色々説明してもらったけど、結構しっかりしてるよね。ああ、そうっすね、まあ、理論的っていうか、もうね、自己啓発書はもう読み倒してきたというか、うん、もう本当に15で藁にもすがるような思いで、藁にもすがる、本当に端から端まで手を出したって、もうどうしようと思って、うん、もう端から端まで読んで、でも大体はその場限りで、うん、なんかその読んで自己満足するだけで、でもこれじゃ変われねえじゃんっつって、はい、精神安定剤みたいになる、はい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 、それでもう実際にその人生を変えられるような方法論って何なんだろうと思って、うん、ずっともう15から考えてきたことなんで、かなり、まあ、自分自身それだけまあ悩んで苦しんで嘆いてきたからこそ、まあかなり厳密って言ったら、まあちょっと厳密性もあるし、いいことなんですよ、うん、そう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 、それよりそれゆえにちょっと込み入りすぎている説もあるんですけどものすごいね、あの理論がしっかり、はい、理論は、うん、でも理屈っぽい人っていうか、はいはいはい、結構論理的な人っていうか、はい、そういう言われ方をしないとなんかうまく納得できないとか、はい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 、っていうような人っていうのはおすすめ、そうですね、かつそれで理論で終わってるだけじゃなくて、そのじゃあ具体的にどう実践していく、はいはい、って時に自分自身はこういうことをやってるよみたいな、すげえ個別具体的なことっていうかさ、そうですね、っていうのをいっぱいたくさん紹介されてるみたいな、まあ、その理論網羅編と実践網羅編に分かれてるんですけど、うん、まあ、その実践網羅編では、まあ、その行動レベルに落としてるのは当たり前なんですけど、例えばその部屋にそのイメージできる、自分が実現したいことが実現した後イメージできるその写真を貼るとか、そのパソコンにサブリミナルアプリを使ってその一定間隔ごとにその目標を表示させるとか、あそういう行動レベルのことまで、はいはい、無意識の働きかけがすごいそういう行動レベルの策は、うんうん、まあ、それを語ってるのは当たり前なんですけど、うんうん、かつその僕の方法の強みとしては、うん、やっぱその続けられないと、うん、まあ、結局効果がないんで、うんうんうん、その今までの普通の本ってその効果順に語ってたんですよね。その続けられたとしてその効果が大きいものから
並べたと思うんですけど、僕の本ではやっぱその続けることで現実的なものから並べてる。あ、一番最初に自動、一回やったら自動的に続けられるもの、そのサブリミナルアプリを PC で設定したら、もうあとはずっと続くじゃないですか、一定期間ごとに表示される。それでまあモチベーションが自動的に維持されるしとか、実践すること前提で続けてもらえるようにステップバイステップにっていうところを意識した書き方、もう自動的に続けられるものを、まあ自動的じゃないけど意思量少なくして、意志力そんな必要なくて続けられるもの、まあ、続けるのが難しいものみたいな感じで続けられやすさ順に並べたりもしてて、熱いなさっきもちょっと喋ってたけど、なんかその話になったらめちゃめちゃエネルギー上がってめちゃめちゃ喋ってくるやんみたいな。そうですね、そう、さっきと全然違う、声のトーンとか音量とかもすげえ変わるやん、はいはい、まあ、なのでね、そうですね、一回だからそういう、なんていうかな、実現力、セルフイメージをどうやって高めていってとか、自分の目標はこうあって、でもそれを実現するために、まあ今こういうふうにもう悩んでるみたいな人っていうのは、まあ無料やし、70万じゃあるけど、覚悟してねっていう。まあ15の実現力に分かれてるんで、まあそれ、まあね、部分的に読んでもらえるだけでも絶対進化を保証できるんですけど、ぜひ読んでみてください。はい。っていうような感じかな。そう。本の紹介、最後本の紹介みたいになっちゃったけど。はい。っていう感じで、今日はキママンさんに来てもらいました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。